が鎌倉学園県庁寺。ああ、思い出すね、県庁寺。おはようございます。あ、こちらから、はい、今回が6回目ですか。7回目。重要文化財の三門、はい、この三門は本当に立派ですよね。やっぱり禅風なのかな、この素朴な作りなんですけどね。これが禅堂、これ本仏殿。あ、すみません、仏殿。出産されたあの蘭渓道流が持っていた種を、その創建当時の前に運ばれているので、すごいね。すごい、もう樹齢百神。すごいな。この大きさは。これからも放送させていただきます。仏様、ホラガイを放送いたします。もう今から始まりだみたいな。どうするとこですかね。合掌一礼。じゃあ外からちょっと合掌一礼をします。法堂お釈迦様の供養物ですね。確かにお見事な龍だ。ああ、五色で飾られお釈迦様が苦行している。ちょっとあの江戸時代の日光東照宮のような感じがするんですけどね、金箔を貼って。そうですね。臨済宗、建長寺宗。江戸ですか？はい、江戸で建長。月のセッション開始時刻から10時半。そしてハーフフィットネスラボ創立データのスティーブン。私たちの体を流れているものです。それでは原田智美さん、藤野正弘さん、初めての美樹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、改めてご進行させていただきます。全てのことっていうのは時間的にも空間的にもつながっていて、その視点からいろんなことを決めていかないといけないよねっていうことを言われている方なんですけれども、それも踏まえて個人対人関係だけじゃなくて、それらを含むシステム全体の視点から情動調整法やと考えるべきなんじゃないか。そこに至らなかったんですね。でそれの理由としては、第二次世界大戦がそのアップしてるんだけど、いいですか。はい、あの吹いてる、聞かせてください。うん、優しい音ですね。
そういう優しい響きを普段あのトレーニングの時とか、はい、稽古はこんな感じですか？そうです。なんて言うでしょう、自我がない音、自然に近い音を僕はライフワークスタイルとして目指してまして、なんか、これはもう僕が作った初期の方なんですけど、これはもう意外にこの、はっきり音が出る、出ますよね。こっちの方がなんかこう、はい、いい感じですね。今はこういう音を、好んで、曲にもよるんですけど吹いています、はい。いや、これはなかなかいい良かったですね。この響きが普通の尺八は結構響きますけどね。そうですね、普通の尺八も今日使うんで、ちょっと短めのを今日、これもかなり音が大きくて、これは結構あの高いし、はい、はっきりとクリアに出ますよね。クリアに出るものですね。でも今のこう一番大きいやつは低い柔らかい音ですよね。あのそういう人の心に通り抜けるような音を出してます。私も笛吹きですからね。私はあのね、これちょっと出してみてください。いいですか？あの尺八もたまには吹いてましたけど、はい、横笛なんですよ。これですね。これはね、私もあなたと同じで自然な響きがね、はい、好きで、これが一番自然に感じるんですね。私が今まで吹いてきた音出してもいいですよ。あの出るんでしたら、あの横笛持ち方はこれで大丈夫？まあ大体それで。低い音がいいでしょ。まあ、今日この場はあの登壇していただいた方と、あとスポンサー支援をしてくださった方中心 の、 あの交流会の場になります。で、まあ、ずっとオンラインだけの開催で、昨年ハイブリッドで、久しぶりに3年ぶりに開催して、今日もあのそれでハイブリッドの2年目にはなるんですけど、懇親会としてあの立食パーティーは4年ぶりっていう感じですね。4年ぶり。去年はあの着席ですけど、もう座って決まってたところがあるんですが、まあ、例年以上に、まあ、久しぶりにあの入り乱れるというか、いろんなご縁が広がる場に今日はなったらなというふうに思っております。で、今日本当暑かったですよね。あの法上で登壇していただいた方、非常に暑かったんではないかなと思うんですけど、Be Like Waterであるための今日いろんなヒントがあったと思うんですが、 Be Like Waterであるためにまず自分の水、体に水分いっぱい取っておく必要があるすごいあの感じましたので、あの水で潤す、身体を潤す会として乾杯で始めたいと思います。はい、で乾杯した。乾杯の後でもいいですよ。乾杯の後で、はい、すごいね、そのね、長いの2メートル以上あるね。ちょっと乾杯でうろしてから Be Like アルコール、Be Like アルコールで、その後にアキレザンさんの尺八をあの、出たらと思います。で、あとお食事は、まあ、お食事はあの立食形式、あのこちらあのバイキングになっておりますので、
ルーム形式になっておりますので、ぜひこちらで適量を取っていただきながらご観覧を。はい、じゃあ乾杯の後にちょっと演奏をしていただきます、はいはい、じゃあ皆さん本当にありがとうございました。乾杯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 。はい、藤野君乾杯。はい、乾杯。宇宙物理学をやってたんですね。そうです、そうです。最初はね、はい、そこからの転換もなかなかですね。そうなんです。でも私の中ではつながってることだったので、三宅さんがそれを言葉にしてくださって、つながっているわけでね、全てがね。工藤連山です。今日と明日の全 2.0 の反映を、祝しまして、だいたい 2,3 分ぐらい行きたいと思ってます。で、この楽器実は去年全 2.0 で、一つ穴を吹いたんですけれど、これの、穴が増えまして5つ穴があります。で、ちょっと自慢してもいいですか。これを、音階を作ったり、どう改良しようかな、もっと音癖のあるものにしたいなと思った時に、ちょうど今年亡くなられた坂本龍一さんから連絡があって、去年の11月かな12月ぐらいまで坂本さんと、ああ良くなってきたねとか、いいねっていう話をして、作ったものです。どうだ。全然全じゃない。自我が出て。すげえ決まったですね。すごいね、触り方が。ね、穴の押さえ方がすごいわ。2,3 分ぐらい即興で演奏します。素晴らしい。皆さんね、これだけのね、長い尺八をこのような美しい響きを出すことは本当に難しいことなの。私も笛をするからよくわかるけど、和田摘堂というね、竹光徹が協力してた道祖がいるんですよね、はい、その道祖はね、発竹といってものすごい長いやつをやってましたが、新しい発竹ですね。そうです、まさにね。今普通 その自分で竹を取って作るところも、ここを切ってないで根っこの部分そのまま振っつけるとか、より自然に返す、自然の状態で吹くっていうこと、音も自然、いい音でした。これも自然っていうのを目指して、いや自慢になっちゃった。でも、何でしたっけ、全 2.0 を改めて暗演を
祈りまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。明日の朝オープニングで、うんうん、鎌倉ダンスフェスティバルを主催されたおばさんというダンサーの方とコラボセッションが、うん、素晴らしい、いいじゃないですか。リハやってきたんですけれど、うんうん、やばいですおばさんがやばいね、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あと出来上がるのに他の職人さんも3ヶ月以上かけて一つの砂型、山型の鋳造の型に入れたものがこの3倍ぐらいの型なので、それをカンカンって一つの型全部割っちゃいます。その後ご一応金の